アンジュ。アンジュキッちゃん、ちょっと飛び出してるよ。何か気になる？それは柱だね。食べ物じゃないよ。かわいい顔して。ちょっと脱皮がね、今結構むけてますね。さっきもね、水入れに顔をこすりつけて脱皮殻をね、取ってましたね。脱皮はかゆいんですかね。結構ムズムズしてそうです。何？話聞いてるの？何か悪いこと言ってるんでしょって？言ってないよ。あずきは可愛いなって。固まった。この手、いいね。恐竜だね。まさに小さい恐竜。何あずき、出たいの？出たいわけではない。食いもんよこせと。今日あげたよ。今日ご飯あげましたけど。飼い主は食べ物じゃありません。大丈夫そう？分かってくれる？分かんないなって、分かんないなって、やめろって、触るなって。可愛いんですけどね、あまりね、触ったりして喜ぶような生き物じゃないので、あまりね、触れないんですけど。ほら戻っていくの。何したいの？お腹。そこ窮屈じゃない？そんな折れ曲がって。何の顔？どやって、こんなに体柔らかいんやぞって。固まりました。あずき、このちょうどね、耳のところの脱皮がむけてますね。ピリピリしたいですけどね、させてくれないんですよね。ね、丸い。あずきちゃん、あずきちゃん、あずきちゃん、かゆいとこありませんか？やめろって、触んじゃねえって。でも気になる。もしかしたらご飯の可能性もなくはないから、一応気にしとくみたいな感じだよね。絶対かまってほしくはないけど、ご飯の可能性も捨てきれないから、一応様子見とくと。かわいいやっちゃな。お邪魔します。でもお腹ポンポンだよ。まあ、今日はね、またこれからヘビのね、ご飯とかあげていくので、もし余ったらね、あじきにもあげるよ。余ったらね。え？みたいな。いい反応するな。
ちゃ見てる。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。